神戸にある WHO 機関、WHO 健康開発総合研究センター、WHO 神戸センターで、パンデミックを含む健康危機管理対策を担当しております、医官の茅野行真と申します。パンデミックはいつかウイルスが止まってくれると期待しても終わりません。季節が変われば終わるものでもありません。でも私たちは感染拡大を止めるために具体的なアクションを取ることができます。そのアクションは国や自治体、地域、そして私たち個人一人一人が取る必要があります。まだまだ状況は厳しいです。でも長いトンネルの先に光が見えています。新型コロナウイルスのワクチンは歴史上まれに見る速さで安全に開発が進められてきました。患者管理や治療に関する医療従事者の知識や経験は大きく進歩しました。そしてマスクや換気、人と人の距離を取るといった公衆衛生対策はその有効性が広く知られ、ワクチン接種が始まった後も引き続き必要になります。しかしまだ我々は道半ばです。ワクチンや治療、検査を世界中すべての人々に平等に与え、すべての人々がアクセスできる状況にする必要があります。すべての国のすべての人がワクチン等で保護されるまでパンデミックは終わりません。